ユリウス・マイヤー・グラーフェ、ジュリウス・マイヤー・グリーフ、1867年6月10日から1935年6月5日は、ドイツの美術評論家、小説家。印象派やポスト印象派に関する著作は、多くがフランス語、ロシア語、英語などにも翻訳され、これらの芸術運動の理解を促進する役割を果たしたとされる。マイヤー・グラーフェは、 当時のオーストリア・ハンガリー帝国の一部であった、ハンガリーのバナト地方、レシサで生まれた。父、エドユアルド・マイヤーは政府に勤める義士であった。母マリー・グラーフェはユリウスを産んだ時に亡くなった。兄、マックス・マイヤーを含む一家は、ドイツのデュッセルドルフ近郊の小さな町に移り住んだ。ユリウスは顔を知らない母への思いから、マイヤー・グラーフェという姓を使うようになった。 1888年、ミュンヘンでエンジニアリングを学び、クロッティル・ダビッツチャム・ォン・エクスタットと結婚した後、ベルリンに移り、1890年、歴史と特に美術史を勉強し始めた。エイン・アーベント・バイローラ、ナハ・ノルデンと2作の小説を発表した。最初の美術評論は1894年、エドバルド・ムンクについて書いたものであった。1895年には、美術、 文学雑誌、パンの創刊に関わったが、1年後にはこれを去り、1897年に、有限都市ティールの雑誌デコリティブ・クンストを創刊した。また間もなく、アール・ヌーボー作品を展示するギャラリーラメゾン・モダンを開いた。このギャラリーは1903年まで続いた。1906年に、ベルリンのナショナルギャラリーで行われたドイツ美術展では、マイアグラーフェが、 それまではあまり知られていなかった作品を取り上げ、中でもカスパー・ダービト・フリードリヒなどを世に知らしめるきっかけとなった。1910年の著書、スペイン機構はエル・グレコの再評価を促し、表現主義の先駆者としての位置づけを与えることになった。パリに移ると19世紀のフランス絵画に関心を寄せるようになり、三巻からなる現代美術史の本を刊行して、 フランス印象派の重要性を世に示した。ポール・セザンヌやフィンセント・ファン・ゴフホなど多くの画家たちの伝記も書いた。ユダヤ系ドイツ人として第一次世界大戦勃発とともにドイツ軍に志願し、1915年東部戦線に送られた。そこで捕虜となり、1916年ロシアの捕虜、収容所に入った。1917年ドイツに戻ると、 最初の妻とは離婚し、二番目の妻となるヘレーネ・リンハートと結婚した。二人はドレスデンで生活したが、フランス、特にパリをしばしば訪れて、ここを第二の住居とした。三人目の妻となったのは38歳年下の、裕内への娘アンナ・マリー・エプスタインであった。ドイツでナチスが力を持つようになり、マイアーグラーフェは、 大敗芸術を支持する者として、迫害を受けるようになり、スマエプスタインと共にサンシルシュルメールに家を借りて、そこに移った。マイヤー・クラーフェ夫婦は、風景画家、ワルター・ベンディア、著述家、ルネ・シッケルにも移住を進め、隣のサナリー・シュルメールには、ユダヤ系ドイツ人芸術家の大きな共同体ができる、ことになった。トーマス・マン、リオン・ホイ・ヒトバンガー、 ルートビヒマルクーゼもその一員である。スイスのベベイで67歳で死亡した。ありがとうございます。